はい、どうも、はじまきよしろです。鼻が詰まっててすごいな。鼻くそ、今鼻くそ髪の毛がね、変だね。あの風呂で髪洗ったんです、久しぶりに。してドライヤーやちゃんと乾かすと頭臭くないらしいの。なんで頭臭くなるかって、ちゃんと乾かさないからなんだって。でドライヤーでしっくりやったらめっちゃいい匂いになったから、俺は今度からちゃんと乾かします。まあ喋ることってなんかねないんだよ。もう本当喋りたいんだけど喋ることないから。でもワンピースの話したいかって言うと、別にワンピースは嫌だ、話したくない。もうさ、嫌だよ。もう月曜日早く来ないとさ、辛い。月曜日は結構かかんな、まだ鼻詰まりがすごいな。蓄膿症だ。蓄膿症の薬買ったけど、やっぱ継続的に飲まなきゃいけないんだね、薬って。今度から頑張って継続的に飲もうかなそんな感じです。ちょっと鼻が、これ直さないといけないな、マジで。喋れないから、ほんと喋れなくなるので、ちょっと薬を飲みます。暑いな、部屋が。暖房うざいな。まあいや、別に風量自動で。と思ったけど、風量マックスにします。喋ることがなくて困ってますけど、生放送やったってね、みんなが寝てる時間に俺いつも生放送するので、あんまりね、みんなとやっぱ生活、起きてる時間が違うんですよ。え、大丈夫か。なんかもうすごい末期症状だよね。喋りたいけど喋ること、だってまあ引きこもりだからさ、ないんだよ本当に。おいちい、おいちいね。なんかあったっけな、喋ること。なんもないな。まあ、禁断ボーイズがなんか5ヶ月間ずっと動画撮ってたよって言ってけど、同じ話ずっとしようかな。やっぱ同じ話してたらネタ困らなくなくなるじゃん。メグイン TV の話でもするか。うん、まあ、メグイン TV アンチじゃないけど、別にまあもう今はメグイン TV ってちょっと悲惨な状況じゃないですか。まあでも結局なんかさ、よくよく考えたけど、面白い動画考えてる人って多分メグイン黙れよなあ。うるせえ、乾燥してるからってピーピーわめくね。あのマジで、あの乾燥するとすごいでかい音を出すんですよ、時計が、電子時計がね。うざいです、とてもうざい気持ちでいっぱい。でまあ、なんでメグイン TV がつまんなくなったかって、簡単にさ、面白い動画考えれる人がいなくなったってことだとは思うんだよね。うん、まあ最初期の頃だったから、まあネタっていうか、やってる人がそもそもいないんだから、まあ何やってもまあ斬新ではあったし、新しいものであったよ、 YouTube の中では。うん、でも確かにメグイン TV がそのままダメだったとしても、でも俺メグイン TV がさ、フーフーイエーイっていう動画があった時に、あの時にチャンネル登録者50万人いってないくらいだったじゃん、40万人くらいかだったじゃん。まあそもそもっていうで、今なんか無理やり数字は伸ばした感じあるけど、無理やり数字を伸ばしたおかげでやっぱメグイン TV ブランドっていうのはなくなったんだよね。まあでもそれはもうなくなってるよ、単純にやっぱその、まあ、デベソさんの件もあるじゃん。なんかデベソさんの、じゃあサブチャンネルの収入全部お前にやるよと言っておいて、あげないだっけな、なんかあげない、いや違う、サブチャンネルの収入は全部お前でいいからみたいなこと言って、給料は上げなくしたみたいな。なんかだけどサブチャンネルの収入なんかそんな全然スズメの涙だからやばいみたいなことを言ってたけど、まあね、会社にする、会社と YouTube っていうのはね相性が悪い。
まあそもそも結局はなんか仕事しながらみんなで集まりつつ面白いことをするっていうのが良かったんだろうね。なんか、うん。でも俺は仕事しないで稼いでいくんですけど、はい。みんなからね、お金をもらって生きていこうと思います。俺仕事を本当にしたくないので、やっぱ好きなことで生きていきたい。ね、俺が世界初好きなことで生きる人っていうか、まあ、YouTube 上でね、本当に好きなことで生きてる人って少ないじゃん、マジで。加藤純一さんもまあ大変なことはあるだろうけど、なんだかんだ言って楽しんでる方、楽しそうだからさ、あの人くらいじゃないかな、やっぱり。でもまあそれをやるためにすごい辛い道、修羅の道ですからね、あれは。ね、医療業、獣医者、獣務者、なんだあれ、なんていうんだね、医療の超過酷ブラック企業、ブラックなと職場に勤めてて、でも多分純一さんってすごいよね。なんかもう体が動かなくなったって言って、そっから無理やり行ってるんでしょ。すごすぎじゃない？俺は無理だったな。うん、俺は学校行ってて、でも別に辛いって思ってたけど、そんなに辛いって思わなかったんだけど、ある日突然動けなくなって、動けないっていうか、その布団から出れなくなって、あ、出れない、あ、出れないよーって、もう出れないなーって、ってもうそっから行くってやっぱ尋常じゃない、メンタルっていうかさ、やばいよなー、やっぱり。まあそれが大人なんだろうな。うん、まあ俺はガキだから行けなかったけどね。まあやらなきゃいけないからっていうのもあるよな、結局は。仕事ってやらないで生きていけないじゃん。だから行かなきゃわざるって大変だな。そう考えるとすごい大変だな。すごいわ。結局はそういうなんかね、あれなんだろうね、ずっと楽はできないね。どこかでドーンって辛いことが来て、ドーンっていいことが起きるみたいな人生になっちゃうんだろうね、結局は。いやー、でもね、 YouTube で稼ぐってやっぱ戦略的にやんなきゃいけないじゃん。 YouTube のメカニズムをさ調べなきゃいけないみたいな。大吾さんが言ってたけど、ホーム画面に現れやすいのはどうちゃらこうちゃらみたいなことを言ってて、メカニズムがあるらしいのよ。それはむずいよな。でも俺やっぱそういうの考えられないんだよな。俺は考えられない側の人間っていうか、まあ考えようとしないのかな。まあそもそもなんかスタイルがむずいよね。うん、こういう感じっていう、だめんどくさいことをするなんだろうね。とにかくする。いやでも別にいいや。YouTuber っぽいことなんだろうな、なんか。でも絶対そういうのって廃れるからさ、もう俺は楽したいんだよ。うん。なるべくずっとさ、人気っていうか、お金くれる人が、そこそこいてほしいのよ、ずっと。ってことはさ、いいものを作んなきゃいけないの。別になんかその、よく俺ちょっとムカつくっていうか、なんかこういうのに震えたみたいな、ちょっとニャルラさんのなんかよく言っているかわかんないんだけど、いいものだったら売れるっていうナイーブな考え方はやめろとか言ってるけどさ、なんかそういう系の何言ってかわかんないんだよね、俺バカだから。そう、何言ってかわかんないもの俺すごい嫌いなんだけどさ。うん。なんでお前上から目線なんだよ、黙れ、何俺に向かってってちょっと思っちゃった。それを言ってる人が誰であろうが、ムカついた、ちょっと。うん、まあでも確かにいいものだから売れるとは限らないんですよ。うん、美味しいからって売れるかって言うと売れないんですよね。近くて安いで、そこそこ美味しい、まあ飲食店で言ったらさ。別にいいものっていうのを知った人は、まあこれすごいいいからって言って、なかなか離れないファンにはなるっていう、その強いファン、顧客にはなると思うんだけど、うん、でも人がそれで人気になるかって言ったら人気にならないです。俺がどんなに動画を、面白い動画出したって人気は出ないです。人気になるためには人気のための努力があるんですよ。最近ね分かったけど、俺はそれができないのよ。なんでかっていう、こういうスタイルだから。あ、そもそも楽なのよ。楽を目指してるっていうか、別に自分も取り繕わないで、だから
その等身大の自分って言ったらやっぱそれは、まあ、一般人か。まあそうは思いませんけど、まあ僕は面白いんですけどってずっと言う。面白いんですけどっていうのは面白いじゃん、真面目に。いや僕はまあ面白いんですけどねっていうのって、あんまり言ってる人がいないから言っていこうかなって思いますよ、やっぱり。うん、でもやっぱ面白いもの見てきた俺が面白いって言ってるから相当な太鼓判ですけどね。うん、でもなんかそういう自慢話しかできないよ、だって喋るネタがないんだもん。だ自慢話聞きたくない人はちょっと面白い話題をください。あのどうでもいい話題とかやめてね。うん、どうでもいい話題はやめて。あ、もう10分喋ってんだ。鼻水きちぃ、蓄膿症きちぃ、え、口カピカピ、どういうこと、怖っ、怖い怖い怖い、口ガピガピになってた。鼻直さなきゃ。やっぱ不快でしょ、鼻すする音。俺も不快、見てて。うん、嫌なやつでしょ。やっぱ俺ってそこそこ性格悪いんだよな。性格悪いって言うとちょっとさ、精神的疲労みたいな、あ、俺性格悪いんだって泣いちゃうから。泣いちゃうのよ、そういうことで。全然泣いちゃうから。うん、あんまり自分を否定したくないんだよね。あ、そうだ、あの、まあ、これは別の動画であげるか。あのコメント返信やめますっていうタイトルは別につけるんですけど、コメント返信やめます、なんでかってつまらないので。あの俺は楽しいから喋ってるんですけど、あのあんまり別にコメントが面白いことってないので、基本的に別にコメントくれることはすごい嬉しい、コメントしてくれるってことは嬉しいんだけど、コメント返信すると疲れんのよ、うん、別にやりたくもないことだから。なんでやりません、ごめんね。コメント返信はもう絶対しないですが、動画の中でコメントは触れていくことはあると思います。なので動画を全部チェックしてください、はい、コメント返信されたいな、コメント返信されてるなって思いたい方は動画を全部見れば一応コメント返信しますので、コメント返信動返し動画っていうのはやります。はい、でも別に全部のコメントしなさい。なんか不快なコメントは見ません、あのブロックします。いや、なんか不快なコメントも来たけど、何が不快かってバカな不快なコメントなんだよな。何言ってるか分かんねえんだよ、そろそろ諦めなよってなんか言われたんだけど、何に対して諦めなよって言ってるのか分かんないの、主語がねえのよ。うん、そういうなんか頭の悪い、あのね、そのちょっとしたマイナスなコメントが一番腹立つの。理解できないのに嫌なこと言われてるから、うん、コメント返信しないとやっぱコメントのねモチベはなくなるので、うん、コメントが少ないからコメント絶対返信しなきゃいけないみたいな脅迫観念みたいにとらわれてるので、あのコメント返信つまらないんですよ、全く楽しくない、自分の良さが出せないから。俺は別にコメントの良さで自分を出してきてないから、これまで。あの動画の中の羽島恭志郎という人物を通しておしゃべりでやってきてるっていうので、でもなんか真面目な話しかしないな。でもやっぱり俺真面目な話が好きなんですよ、真面目に喋ってるのが好きなの。やっぱり真面目に喋ってるのが一番面白い気がするんだよね、変にふざけないでやるのが。加藤純さんは別だけどさ、あの人ちゃんと面白いからいいけど、加藤純さんの名前出しすぎだけどさ、純一さんは別なんだけど、なんか変に面白おかしくやってますよ感を出すとつまんないから、あの真面目に喋った方がいいなって俺は思ってる最近。真面目が一番面白いんじゃないかっていう、まあ真面目が一番面白いわけじゃないけど、真面目に喋ってるのが一番いいなって思ってて、まあ俺が真面目に喋ってる人好きだしね。うん、まあでもまあ俺の場合はその羽島清志郎のファンなので、もう本当に病気なんですよ、自己愛性パーソナリティ障害みたいな、なんかそういうね、別に人に危害を与えないんだけど、なんか俺が喋ってる理由ってね、あれなんですよ、もう骨伝導なんですよ。自分が話してるのを、自分が話すのも楽しいし、自分の話をリアルタイムで自分が聞けるのが楽しいっていう、完全にね、あの自分が大好きなんですよやっぱ。でも別に自分が大好きかっていうと、別に自分の容姿が好きかって言われると普通です。別にそんなに、まあ、かっこいい容姿ではないけど、自分の容姿だからこれが基準だからね。うん、そんなねグニャーってなってるかっていうと、うん、まあ面白い顔はしてますよね。まあ面白いことする側の人間なんで、まあ、そこそこ面白い顔に生まれてきてよかったなとは思います。うん、でも自分のことはブスって思わないんだよな、そんなに。うん、自分の標準の顔だし、あとそんな自分を否定したくないんだよ。別に肯定もしないけど否定もしない、肯定っていうか褒めもしないけど、口カピカピになる。あ、面白い。
ああもう死ぬほど喉が詰まってる、助けて。うん、え、こんな汚い動画ないよ。あ、つらい。呼吸困難になってる、マジで。俺今パンツなんだよ。だからどうしたなんですけど、どうもこうもないだろ。パンツはパンツで、あー立ち上がると貧血で、つらいつらいつらい、あぶない、あ血が薄いよ、あーつらいね、デブは痩せなきゃね、つらいでちゅね、デブはつらいでちゅに、デブの悪口言うやつってムカつくよな、なんかひどいよな、自分じゃないものに対していっぱい悪口言うってさ、自分がその対象じゃないからって悪口言うって俺最低だと思うんだよな、悪口なんて。まあ別に面白い人がデブの悪口言っててもいいんだけど、うん、まあ俺悪口と下ネタはね、やっぱおもろいやつの特権だと思ってんのよ。悪口はさ面白くないじゃん、でもそれを面白く言えたらもう悪口言い放題なんだから、俺人の悪口言いたいから面白くなりたいよな。うん、でも別に悪口はあるかっていうと、なんか嫌いだなっていう人はなんとなくこの人嫌だなって思う人いっぱいいるよ。いや物申す系って全般的に嫌いなんだよね、うん、嫌い好きじゃないよね別に。理由はないかっていうと、なんか全員顔が邪悪なんだよ。やっぱさ、なるようになってるなって感じの顔の人ばっかっていうのは嘘。うん、なんかなんでなんだろうな、物申す気が嫌いな理由って。あでもしょうもないからな結局全員。うん、なんかしょうもないやつが目立ってるとやっぱ、あしょうもないやつだなってなるじゃん。しょうもないやつがいる、だからすごいやつが目立っててほしいわ。わーこの人すごいすごいなって思いたいから、どうしよう僕も頑張るぞみたい な、 なんかそんな感じでやりたいけどさ、しょうもないやつが目立つとさ別にどうでもいいから。うん、面白くないものが好きじゃないんだよな、なるべく面白くあってほしいんだよ。ティッシュすごい真面目に撮ってる。面白さってなんだってなってくるよね。俺が自分のこと面白いって言いながらこんな淡々と喋ってたらさただ喋ってるだけで、でも面白いっていうか楽しいだよな、どっちかっつうと見てていいな、俺はでもね面白さをなんかね考えないと疲れるんだ。急に面白いこと言いたくなる、面白風を言いたくなる時が来るんだ。面白そうな言葉、面白いとされてるもの言いたくなった時に言いたいからね。なんかよくわかんねえや、今鼻詰まってんだよ。もう言い訳したくないよ、言い訳じゃないのに。すぐ言い訳すんなっていうやつがいるけど黙れよな本当に、まあ、そんな人はうちの視聴者にはいないけど今俺の鼻くそ見れたんじゃない。俺普通にただ鼻ブニュって抜いちゃったから、今俺今ちょっと動画戻せば、動画を戻すっていうかね、10秒巻き話を何回かすれば俺の今ね鼻くそが見れます。はい、激レアです。俺ちょっと今油断してた、ああああつって抜いちゃっても、今ので拡大すれば俺の鼻くそが見れます。鼻くそを見たい方、今ね、巻き戻って見てください。ああ本当喋ることないのに喋りたいんだよな、大きな声で。でも昼間俺寝てるんですよニートなんで眠いからね。でもこれも生活リズムも変わります。リズムっていうか、カチ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 ドンみたいな感じで変わるんですよ、うん、寝る時間、起きる時間がどんどん遅くなってって急にすごく遅くなるみたいな。
起きる時間がどんどん遅くなる。今日は3時に起きた、4時に起きた、3時に起きた、5時には、でも全部バラバラだ、バラバラだ、関係ねえわ。うん、だから規則正しいリズムはきついよ。やっぱリズムを整えなきゃいけないのかな。無理だな。眠たくならないのに寝るってすごいストレスだからさ、寝たくないのに寝るのはやめるよ。うん、ニートなんだからさ、全部できるんだからね。別にニートに規則正しいものやんなくていいんだよ、ニートなんだから。いやー、ニートってすごいいいな。まあこの幸せみたいな続くわけはないんだけどさ、うわー、ニートって儚いな。親は死んじゃうしね、お金もないしね、ニートって儚いけどいいよね。ニートを吐かないっていう人いないだろ。てかみんなひどいよな、いっぱい悪口言って。ニートの悪口ってさ、俺の悪口言うのやめて。ニートの悪口は俺の悪口だから。不登校の悪口も俺の悪口だし、デブの悪口も俺の悪口。みんなやめてね、本当に。やっぱ俺は悪口言われたくないので、ね、でも別に誰かの悪口言ってるかっていうとそんなないな、興味ないんだもん。悪口言いそうになるやつはなんかまあ別にって感じだよな、ね、レペゼン地球だってどうでもいいしな。まあ面白くはないよね、別に炎上商法なんて。まあ面白い人たちじゃないじゃん、そもそも。うん、だから別にどうでもいいな。面白ければちょっとね、面白くて初めてその俺の興味が湧いてくるから、面白くなきゃ興味は湧かないんだよ。でもツイッターがなんか成人コンテンツを制限するらしいね。とうとうもう俺はツイッターを やめれます。やっぱ俺はね、まあ別に未成年なんですけど成人コンテンツを見てるって、それですごいみんな怒るかもしれない。でも怒らない人は見てる人ですけど、なんで見ちゃうかって、もう見始めてしまったんです。やっぱそういうポルノの良さ、うん、ポルノっていいなっていうものを知ってしまった私は。うん、未成年なのに見てる、悪いことなのかな。うん、まあルールは、ま、破ってるけど、別にそのルールはマナーのルールじゃないからな。マナーみたいなルールじゃないんですよ別に。うん、なんで見ちゃダメなんだろうな。18歳まで生きてる保証なんてどこにもないのに、何18歳まで頑張って生きなきゃいけないのかな。あ、嫌だな。でも俺はもっと、あ、でもなあ、でもあんまり瞬間ごとに爆発するっていう、そのなんか今一瞬を全力で出してないんだよな。っていうか、おしゃべりって一瞬に力込めても難しいな。だからもうおしゃべり自体全部に力込めなきゃダメだな。あ、でも結局楽に暮らしたいからやってるって感じだよね、楽しいから。別に本当は動画も撮らずに、ずっと独り言で生きていけられるんだったらそっちの方がいいかって思うと1ミリは思うけど、でもそれだとその一応それを俺の独り言記録で出してる感じ。別にどうでもいいな、なんか。まあお金欲しいな、そんなに俺贅沢しないから。うん、でもやっぱね、支援サイト誰一人として金払わないね。うん、やっぱそんな俺がお金欲しそうに見えないんだろうね、別に生活できてるし。オタクがいないんだよ俺の。オタクが、オタクはじゃないと金払ってくれないからな。残念ながら誰も俺を金を払ってくれる人はいないということで、おしまいですもん。その事実を知るたびにちょっと悲しくなってくるわ。俺はお金があればね、もう1万円なんてすぐ飛んできますよ。ですがやっぱみんなの財布は硬いんですね。うん、もう見損なりましたよ。うん、見損なった、見損なった。でもね、こういうことをしちゃうとみんなが払わない人っていう印象がついちゃうからさ、俺も思ってなかったよ。一人くらいはくれるかなって思ってたけど、まあ、くれはしなかったよねやっぱりね。まあでも最近動画上げてないしな。
でも動画上げるのもなんかな、最近漫画見てるからな、親がいる時間喋れないんだよ。あんま夜喋りたくない。本当に一人の時に喋りたい。心が解放されてないんだよな。でも結局は面白いっていうよりは楽しいんだよな。楽しかったら面白いのかな。まあ楽しければ面白いのか。でも最近の30分の生放送はそこそこいいのができたけどね。尺もそこそこな感じで、なんかねずっと変なことしてましたけど、にゃんにゃんにゃん、鼻水がやばい。ちょっとね、禁断のミントを嗅ぎます。これはちょっとね、薬物やってる人みたいに見えますけど、ただのペパーミントです。マジで本当のペパーミントで、アロマの、痛い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 、いやでも YouTube やってて楽しいかな。いやまあ動画撮ること、一人ごとやっぱやってて楽しい。一人ごといいな、なんか、あやっぱ俺って特別なんだなっていう、まあね、なんで特別って思いたいのかな。やっぱすごいやつって思われたいんだ。やっぱ褒められたいんだよ。あんま最近褒められてないからさ、辛い時期ずっとけなされて生きてきたから、やっぱ承認されたいんだろうな。俺はやっぱ面白い人たちに面白いって言ってもらえれば、それを目指して頑張っていこうかなって思うけど、結局やっぱ楽しさだよな。やっぱマジで独り言って楽しいんだよ。独り言っていうか雑談、喋ることってすごく楽しいの。楽しいな、本当に喋ることはすごく楽しい。暗示みたいでしょ、超楽しいの。こんなに楽しいことはないな。いいな、幸せだわ。すごい精神病で、うつで、まあほぼうつなんですよ。お風呂入れないので、お風呂と歯磨きができないです。はい、でいろんなね、統合失調症、軽い統合失調症的なのも出てるし、対人恐怖症まだちょっと残ってるしね、いろいろありますけど、あと病気もあるしね、座ると痛いし腰も痛いし、あと太っててね、あと鼻もすごい詰まるしね、で猫アレルギーも結構ひどいし、なんだかんだ言ってハウスダストアレルギーなのにね、あのハウスダストいっぱい起こしちゃうような布団に囲まれてる。なんで布団に囲まれてるからって不安なんですよ。あの抱き枕の代わり、抱き枕って形が変わんないけど、布団を抱き布団みたいにしちゃうと、布団って変幻自在に変形するじゃないですか。だからそっちの方がいいなって思って、布団に囲まれて生きてます。マジで本当にやばい。だから俺も重い布団買わなきゃいけない。来年の目標は重い布団を買う。いや今年の目標でもいい。いや別になんか目標とかないな。 あともうちょっと痩せよう。今年はなんと痩せれました。3キロ痩せれました。はい、パチパチパチ。ピーク時からもう10キロくらい痩せてます。はい、やりました。いやでもなんだかんだ言って筋トレ始めたら3キロ痩せました。でも別に食事制限してないです。 PFC バランスも取ってない。無理、やっぱりね無理なんですよ、デブには。でもデブには無理っていうかね。でもデブはなんか嫌だな。なんでデブなんだけで悪口言われなきゃいけないんだろう。腹立つな。全員の悪口言ってこう。俺デブって、デブの悪口言うやつの人格を全員否定していこう、やっぱ俺否定されるのが嫌な、否定アレルギーなんですよ。やっぱ否定されるってね、それですごい辛い状況でやっぱずっと否定されてきたから、すごいトラウマなんですよ、否定されること。だから自分の中でも自分を否定するとき、うってすごい明らかにダメージが来てる。分かるくらいのダメージ。ダメージって分からないものじゃん、精神ダメージって。うはっ、ってなんか気がシューって抜けるダメージ。
力が抜けるくらいダメージが入るんですよ、自分のこと否定するの。だからあんま顔のこと言わないかっていうとさ、顔のこと言ってるだけでそれはもうマイナスな話題だと思ってるの。別に顔に自信はないけど、だからといって話さなくていいじゃん、別にえぐらなくていいじゃんって思って、自分の得意なとこだけのことを話してるの。僕は面白いよっていう。でも単純に YouTube に面白い人がいなさすぎる。男で面白いやつもすごい少ないのに、女で面白いやつって絶対にいないから YouTube に。うん、まあエミリンっていう人もまでぶっちゃけあれ Twitter のノリじゃん。うん、ツイッターのなんか女のノリじゃないけど、そういうノリだから別に面白い人じゃないよね。なんかソワンソワンだってな、面白いってみんな言う人かもしれないけど、やっぱ顔が面白いだけでしょ。すごいなんかもうね、パーフェクトブスみたいな顔じゃん。うん、強すぎるよね、あのブスさ、顔のブサイク。うん、邪悪なんだよ。あんまこういうの名誉毀損にね、特定の人言っちゃうか名誉毀損になっちゃうかもしれないけど、やっぱり邪悪な顔なんだよね。うん、そのでもブスとかね、あんま言っちゃいけない。自分の顔がどうなのにって言うけどね。うん、でもそれはブスを売りにしてる人じゃないの。別にブスって言ってもいいよね、別に。マータソさんって、でもマータソさんはなんかそのすごい怖いよね、怖い顔してるよね、あの人。そういうヒッってなっちゃうようなね、なんかもう怖い顔してるよ。まあソワンソワンはさんは邪悪です、邪悪な顔です。あれやばいよな、いい顔持ってんのおもれえもん、あの顔。あ、怖い顔持ってますあの人は。でもね、まあでもみんな面白くないな、やっぱり。まあ加藤純一さんくらいか。水溜りボンドも別にさ、あのトークショーでのトークのさ、本気のマジトークの時の水溜りボンドじゃないと面白くないんですよ。マジトークのは面白い、別にコントはおもろくない、情けで笑ってやってるって感じかな。でもあの飛行機のコントは普通に面白かったの、最初見た時は。でもお笑いってさ、何度見ても面白いものってあんまりないよね。面白かった時の思い出して、思い出に、あんな俺はあの時あんだけ笑ってたな、ははみたいな感じの思い出に浸るみたいな感じが近いんだよな。これでめちゃくちゃ笑ったな、面白かったなみたいな、あの時の気持ちだけを思い起こすだけで、別に笑いはしないんだよ。最近全然笑わなくなっちゃった。あの笑ってた方がいいって思ったけど、俺の笑いの砂の通り論ね。まあそのすごい笑った時はすごい砂の塔、笑いの砂が塔を立てて高くなるわけじゃん。でまあだんだん崩れていく、まあ砂の城だよね。なんだけど俺はもうさ、なるべくずっと嫌なことがあってもニコニコするとさ、だいぶ軽減されんの。ニコニコするようになるから、もう砂の塔じゃなくて万里の長城なの。まあ城か、もうなんかね、すごく、まあ、万里の長城は高いけど、すごい高いスカイツリーエベレストみたいなね、まあ、富士山が抜けてますけど、そういうのはないんだけど、ずっとニコニコしてるんですよ。まあ、ニコニコしてないけどね、心はニコニコしてるんで、まあ喋ってる時はもうニコニコしてるようなもんなんで、うん、楽しいから。だからあんま笑わなくなっちゃった。うん、バカ笑いできなくなった。でも別に笑うんですよ、面白い、ふはって、ふはっていう笑いがします。うん、あー疲れた、口の中カピカピだ。いでで、リップクリームがないな、マジでリップクリームなくなった。水持ってこようかな、口がカピカピなんだ。リップクリームがありません、うんちです。うんちだ、うんち。30分くらいで1回止めるわ。ちょっとリップクリームを探す旅に出ます。